とうございます。ありがとうございます。いや今日すごい寒い中ね、今日こんだけお客さん来てくれて本当嬉しい。本当にね、ありがとうございます。ありがとうございます。西尾くんと金井マンです。ピカー、よろしくお願いします。お願いします。いやーまあそうですね、もうすごい寒くなってきましたね。まあね、寒くなってきたし。じゃあ今回。あ、そうずっとね、これケロニーっていう、僕のマネージャーをやってくれてる芸人さんがいるんですけども、ね、みんなねこれを着てるんだけども、金山だけずっと着てくれてなくて、いや本当そうなの、それは説は申し訳ございません。いやいや全然いいんだけどもね、ようやく着ていただいて、いや本当ありがとうございます、はい。ところでさっきマネージャー の杉山圭郎さん、なんか怪我でなんか怪我したって聞いたんですけど、あれから大丈夫ですか？なんかね、鎖骨を折ってるみたいなんだけども骨折してるんだけども、骨折した肩でウーバーイーツをしてるっていう今謎の状況大丈夫なのそれ？多分大丈夫だと思うで。いや、その状況でウーバーイーツできるのがまずすごいです。すごいね。いやもうすごい、お大事にしてください。お大事にしてください。でうちのマネージャーなんかね、同じくね、マネージャーで芸人やってるんですけど、はい、皆さんこれ見てください。これうちのマネージャーは江頭2時50分って皆さんご存知ですか？江頭ちゃんのこの前 CM 行ってたんですよ。あいつか俺に黙って勝手に。けどいいね、このガツンと生きていくぜっていう。いやまさにね、皆さんにもメッセージみたいなもんです。ガツンと生きていきましょうみたいな。はい。でね、まあね、僕たちもね、いろいろね、まあ、活動させていただいておりまして、はい、そうですね、つい先日も西尾市の子ども食堂の方で、はい、ここまあ、防災ステージの方に出演させていただいたんですけれどもね、はい、いやもうあれ楽しかったですね。なんかもうね、子供たちからね、金山めちゃくちゃ人気なんですよ、子供たちから。そうなんです、ステージ終わった後も子供たちが僕のとこに来て、なんかこうやって子供がここに手握ってこんな感じで僕をいろんなところに連れて行ったんです。なんかすごいね、いろいろでね、まあそうやって僕たちはこう防災のことをね、皆様にこう啓蒙というか、あ、やってますね、はい、防災関連のことやってたんでね、防災関連、まあ、いろんなことをやらせていただいておりますってことですね。さあ、はい、本当ね、皆さん、さあというわけでですね、変なタイミングで行ったんですけれども、はい、まあ、ここからね、いろいろ、まあ、早速行きましょうかっていうね。そうですね、一応僕もね、歌を持っておりまして、はい、はい、レッツ豆腐という曲がありまして、歌詞の中に点2点2点2という歌詞がありますので、皆様ね、よかったら一緒に点2点2点2と一緒にやってみてください。お願いします。お願いします。それではですね、早速聞いていただきましょう。ではレッツ豆腐です。よろしくお願いします。お願いします。曲の方お願いします。お願いします。はい、皆様お願いします。お手を。点2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 点数点数点数。おはよう萌え絹越し朝げ、いかがですか、
の天つ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 。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おああ、1曲だけで大丈夫です。あ、大丈夫です。すいません、すいません、とんでもないハプニングが起きてしまいましたまあね、CD がね、ちょっと続いてたということで、ね、まあそうですね、ありがとうございます。いや、うちマネージャーマッケージとね、ちょっとさっき江頭さんポーズやってました。江頭さんポーズある？取って入れて出すとか、ガッペムカつくっていうのをやってました。こんな高かったやってたんですけれどもね、反応はちょっといまいちでしたね、はい、まあ、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続きまして、ちょっと私カナイマンなんですけど、まあ、歌じゃないんですけど、ちょっと皆さんに見せたいものって言いますか、ね、今から披露したいものがありまして、はい、即興演劇っていうのをやってるんですけれども、ほう、まあ、普段ゴミ拾いとかこうやってステージに上がってるんですけど、実は即興演劇っていうのをやってるんですけれども、はい、まあ、即興演劇は3つのお題を今からその関連したお芝居を即興でやるっていうのなんですけれども、ほう、今日ね、久々にちょっとやろうと思いまして、はい、ただね、今日1個のテーマは防災、まあ、さっきね、オープニングで話した防災を一つ目のテーマとさせていただいて、はい、残り二つのテーマを今からこちらにいるお客さん今から指名しますので、あらあら、指名された方はなんか何でもいいのでお題言ってください。はい、でそれを交えた、まあ、お芝居をやらせていただきますってことですね。そういうことでございます。はい、それでは早速、じゃあ誰行きましょうね。じゃあ一人目はねですね、ちょっと、あ、じゃあ一番後ろの白い服着たパーカーのお父さん、お題をお願いします。大丈夫ですかね、答えていただいて。お、あ、何でも大丈夫です。はい、人物名でも何でもいいです。つくしとか、あ、じゃあ、ね、あ、つくしか、つくし、つくし、おお、春のね、あ、春にぴったりです。ぴったりです。もう一人誰行こうかな。防災とつくしと、そう、そちらの女性の方、なんかお題、なんか何でもいいので大丈夫ですよ。もうね、無茶ぶりが過ぎますけどもね。まあ、じゃあすいません、すいません、ごめんね。はい、え、桜、あ、桜、防災つくし桜というね、もうほぼ春に似たような、なんかお芝居になってしまいましたけど ね、まあ、ね、ここに防災が絡むことで、こう金山どんなお芝居を呼びしてくれるのかなっていうことですね。はい、はい、じゃあ行きたいと思います。じゃあ それでは、スタートです。デデ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 デ、私は防災戦隊金山。今日は、もうすぐ春ということで、いろんなところで火事が起きている。森やら町やら、そう、今回それは私がその町を救ってみせる。さあ、今日はどこが、ちょっと待て、あそこの花火広場が火事だと、やばい、行かなか、ブレー、くそー、やばい、火事が、あー、桜が、くそー、あ、やばい、子供が、待て、バーッ、あ、今度は足怪我した、痛い、くそ、痛い、腕と足怪我した状態でこうやってやるのか、くそ、まだまだ、くそ、痛い、避難しないといけない人たちが、あ、あそこの家族が、危ない、痛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 い、
痛い痛い、大丈夫か、あ、早く帰れさ、帰れさ、痛い痛い、あかん、体全部が怪我してしまった、ちょっと痛い痛い、あかん、もうこれ以上動け、誰か僕を防災してくれ。あ、どうもありがとうございました。あ、ありがとうございました。ね、お、はい、ね、はい、まさかの救う側が怪我するという、ね、展開になってしまいましたけど、これは僕もやった方がいいのかな、何か。そうですね、もし何かあれば、西尾くんも何かあれば、はい、何か披露できるものがあればはい、じゃちょっとやらせていただきます。あ、お願いします。はい、すいません、防災と桜とつくしでちょっとお芝居をやらさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、ね、ありがとうございます。ね、やっぱりね、防災といえばね、こう地震とかが起きたりして。ああ、ありましたね。はい、まあね、いろんなものが落ちてくると思うんですけども。ああ、はいはい、やっぱりね、こう落ちてきて痛いものとか当たって痛いもの、はい、まあベストワンといえば何かと思いますか。ああ、はいはい、何でしょうか。ね、こうね、地震でね、こう飛んできて痛いなってものの位置はね、はい、つくしでございます。つくしがですか。つくしですね。もうあれね、焦って逃げてるところにね、つくしがたくさんあるとね、はい、足に刺さってすごい大変なので。あ、そうなんですか。そうですね、つくしはものすごいね、刺さりやすいので皆さんね、防災の際気をつけていただき、で、逆に、はい、当たっても痛くないもの第1位、はい、それが桜でございますね。え、桜なんですか。桜がね、パラ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 と散ってもね、何もこう痛くはないわけですね。まあ、あれでパラパラパラみたいなね。けどその桜パラパラパラ、あ、桜気持ちいいな、あ、桜気持ちいいなって言ってフラフラしてると、つくしを踏んで痛いんで気をつけてくださいという防災です。あーはー、はい、なるほどです。ありがとうございました。ありがとうございました。これは難しいんですね、こういうのは。意外とです、まさかの防災でつくしと桜が出ると思わなかったので。いや、まあね、こういうのがね、このお勉強になるというお話でした。まあそうですよね、本当に。はい、さあ、というわけで、はい、時間的にはまだ、まあ、告知しますか。あと5分ぐらいで。そうですね、ちょっと告知の方をさせていただきましょうか。はい、まあ、先ほどの防災の話したんですけど、はい、私とあの西尾君、明日ですね、防災検定というね、あの検定を受けることになりました。はい、で僕が防災検定の3級。あ、3級結構難しいんじゃないですか。そうですね、まあ、あと準2級2級1級とありまして、まあ、その中から3級を。あ、ちょうど真ん中ぐらいです。真ん中ぐらい、ね、中に私初挑戦で、まあ、まず最初は手軽に、まあ、一番下で5級なんですけれども、5級を受けることになりました。で、しかもこれがなんと西尾市で行われるという。あ、そうなんです、あの西尾くんのね、もう本当にそう、東京大阪、まあ、名古屋の中では西尾、まあ、名古屋会場とかもあるんだけども、名古屋と西尾っていう。ああ、確かにありますね。すごいですね、やっぱり名古屋の二大都市として西尾市はちょっとね、頑張らせていただきかなと思っております。いや、もう本当にありがたいことですね。はい、まあ、僕もちょっと初挑戦なんですけれどもね。はい、まあ、ちょっとね、やっぱこのご時世だから、いろんな人を救いたいと思って、こういう防災検定を受けるって決意をしたんで、本当皆さん、はい、もう頑張りますので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あとね、明日その後ね、はい、ゴミ拾い。そうなんです。はい、いつも僕がゴミ拾い、いろんなところでやってるんですけど、今回なんと西尾くんもなんと参戦するというね。そう。ね、普段からね、こう金山のこうゴミ拾いをしていたら、こう西尾市の方でもね、そういうボランティアが始まって。そうですね、この前僕それ参加させていただきまして、まあ、僕は参加したんですけれども、まあ、ちょっと西尾くんの方がちょっと諸事情で来れなくなったらしい。そうですね、まあ、けど明日は参加して、ね、西尾市をきれいにして、まあ、みんなと一緒にね、こうどん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 その輪が広がればいいなと思って活動しております。いや、本当皆さん、まあ、西尾市もそうですが、この名古屋とかいろんなところをね、本当きれいにしましょう。はい、さあ、というわけで、もう時間も大丈夫かな。あ、時間大丈夫ですね。はい、わかりました。それではね、この後もね、いろんなアーティストさんが来るのでね、ぜひ皆さん楽しんでいってみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今回司会の人いないんですね、珍しく。あ、 MC の方いないままで。そうですね。はい、じゃ、というわけで以上、西尾くんと、その友達金山でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。